皆様こんばんは。今日は盛岡に来てトレイルランニングクリニックをしました。でイザベルさんと一緒にやったんですけど、楽しかったですね。もうすごい良かったです。お天気最高です。最高、本当にありがとうございました。西田さん、またね、その映像もあると思うんですけど、今回はイザベルさんの会社のリナフィットさんですね。リナフィットさん のイベントでお邪魔したんですけど、イザベルさんは外国人ですけど、どこから？私はイタリアから来た、イタリア人なんですけど、はい、イタリアの一番北の方生まれて、で、実はすごい、日本のアルプスに、の本場のアルプスのところ、イタリアのアルプスに生まれて、で、オーストラとスイスの国境に近いんです。地域は南チロルという地域ですね。で、山はドロミテ山なんですけど、多分有名なのはアイスマン、ミラーのアイスマンとか、でもちろん登山者のラインホールド・メスナーが、みんなボエザーの出身。リナフィットジャパンっていうフェイスブックページとか、インターネットページとか私全部書いてるから、間違いがあればぜひ本当に許してください。今後は何か予定とかプランとかありますか？そうですね、とにかく西田さんと走ること。そうですか。そうで、友人さんと走ること。走ること。で、実は来年の4月に、津軽池に山岳スキーレースがあるんですけど、はい、で西田さんも私も今年参加しましたね、はい、で友人さんも6回目参加したんですけど、6回そう、参加したんですけど、で来年はちょうど10回目なんですね、山岳スキーレース。そうなんだ、津軽池。で実は今年はお客さん連れて応援ツアーしたんですけど、もう感動してて、もうかっこいいから来年出ますって言って、で今トレーニングしながら、で夏のトレーランしながら、ちょっとその目的は来年の山岳スキーレースなので、ぜひこれから一緒に練習しましょう。ぜひいろいろ教えてください。イザベルトレーニング映像とかまたね出てくるかと思いますけど、他には山ちゃんで何かこれから何かやりますか？実はいろいろ企画中なんですけど、はい、今日は盛岡でトレランのイベントやったり、そしてこれからやっぱり冬になると雪降って冬の企画中なんですけど、とにかく楽しいこと、もう山ちゃんとやりたいです。なんか海外の情報とかも。そうですね、得意な語学をね、そうしてやってくれるって。そうだから本当に皆さん海外の情報もお楽しみに。すごい知りたいんですよね。なんか読むのが結構億劫だから、やってくれると嬉しいですね。そうですね、そう、ね、頑張ります。お願いします。ありがとうございます。スピードアップ、スピードアップ。